薪をいっぱい背負っていました。今日も薪が一本も売れなかった。またばあさんが悲しむだろうな。おじいさんは村外れでおばあさんと二人で暮らしていました。薪を売ってはわずかなお金で貧しい暮らしをしていました。あれはなんだ。一面雪に覆われた田んぼで白い鶴が苦しそうにもがいていました。なんだ鶴。さあ静かに、今助けてあげますよ。さあ早くお逃げ。鶴はおじいさんの頭の上をぐるっと回ってから山の方へ飛んでいきました。もう捕まるんじゃないぞ。今日帰る途中の田んぼでな、罠にかかったこんな大きな鶴を助けてやったんじゃよ。まあそれはそれはいいことをしましたね。わしの頭の上をくるっと回ってな、それからさっと山の方へ飛んでいったわ。きっとおじいさんにありがとうって言ったんですよ。おじいさんとおばあさんはいつまでも楽しそうに鶴の話をしていました。次の日もまだ雪が降り続いていました。その日の夕方、おじいさんの家に一人の美しい娘さんが訪ねてきました。誰じゃろ。すみません、今夜だけ泊めてくださいませんか。道に迷ってしまったんです。それはかわいそうに。さあ中へお入りなさい。さあ温かいお茶で体を温めておくれ。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。明日の朝も私がご飯の支度をいたしますから。ありがたいね、本当にありがとう。おじいさん、おばあさん、実は私は一人ぼっちでどこにも行くところがないんです。どうかこのままここに住まわせてください。おお、そうかい。まあわしらには子供がおらん。お前さんがいてくれたらわしらにとっても嬉しいことじゃ。嬉しい、ありがとう。おじいさん、おばあさん。おお、久しぶりに晴れたぞ。おじいさん、町に行ったら機織りの糸を買ってきてくださいませんか。ああいいよ。ん、わかったわかった。おばあさんの機織りの手伝いでもするのかい。はい。この日の薪は全部売れ、おじいさんは糸を買って急いで帰ってきました。ありがとう、おじいさん。これで私、旗を折ってみます。でも、旗を折っているときは、絶対に部屋の中を覗かないでください。はい。うん、その夜、パッタンパッタンと旗を折る音が朝になるまで聞こえていました。おじいさん、これを町で売ってきてくださいな。その光り輝くような美しい織物は村から町へと噂が広がりました。やがてその噂はお殿様の耳まで届きました。素晴らしい、見事なものじゃ。もっとわしに折ってくれ。おじいさんはお殿様からたくさんのお金をもらいました。
それからもその美しい織物でたくさんのお金が入るようになりました。貧しかったおじいさんとおばあさんの暮らしは豊かになっていきました。どうしてあの子は機織りが上手なんだろう。おばあさんは機織りが見たくて我慢ができなくなりました。そして約束を忘れて部屋の中を覗くと、なんと驚いたことに、部屋の中にいたのは一羽の鶴でした。その鶴が自分の羽を抜いては旗に織り込んでいるではありませんか。どうしたんじゃおばあさん。ああ、私はこの間おじいさんに助けていただいた鶴なんです。優しくしてくださったおじいさんとおばあさんのためにたくさん旗を折ってご恩返しがしたかったのです。そうだったのかい。なんということじゃ。姿を見られてしまったからにはもうここにはいられません。さようなら。待っておくれ。行かないでおくれ。走り去っていく娘はやがて鶴へと変わり、雪の降る空を羽ばたいていきました。